ボクシングの4団体世界スーパーバンタム級統一王者の井上直也、大橋、が3日、映像配信サービス、レミノ、による王座統一記念トークショーに出演した。12月26日に有明アリーナで WBA、IBF 統一王者だったマーロン・タパレス、フィリピン、20回 K を大勝ちした。井上は冒頭で、この工業のセミファイナルで行われた。 バンタム級モンスタートーナメント決勝の日本王座戦に出場し、日本同級王者、筒見也、夜、角海美宝石と激闘を繰り広げた末、2日に23歳で亡くなった穴口一期選手について言及。僕の12月26日の試合のセミで、穴口選手が素晴らしい試合をしましたが、大変残念な知らせがありました。 この場をお借りして穴口選手のご冥福をお祈りしたいと思います、と語った。穴口選手はこの試合で序盤から優勢に試合を進めたが、強打の包みに4度のダウンを奪われて判定負けを喫した。その後、病院に搬送され、緊急回答手術を受けたが、意識不明のまま2日に亡くなった。二人が一歩も譲らぬ壮絶な打撃戦は、 同日に JBC が発表した年間表彰で、年間最高試合、世界戦以外に選ばれていた。井上はこのトークショーの前に、自身の X、旧ツイッターを更新。年間最高試合に選ばれたのは穴口選手へのエールでもあったと思います。受賞された40分後に息を引き取ったと聞いてますので皆さんには誤解だけはしてほしくないと思います。 誰が間違っているとかそういう話では決してなく今回の受賞についての誤解がありそうなので受賞の意味を時系列でお伝えさせていただきましたと投稿した SNS 上での穴口選手が亡くなったことで年間最高試合が授与されたという誤解について言及したとみられる